本日2024年の5月13日16時33分、プロ野球界の方たちここまでありになってきましたと、まあこういうことです。まあ今日ホームページ淡井圭介の日記の335番335、そちらに対エロ業界用の法律ということで、まあそちらの他の、インターネット記事にもアクセスできるようにしてますので、まあ、それ見てもらったら、アダルトコーナーというようなものを置いてしまったところの店舗の末路はどうなるのかというところで、ご理解していただけるんじゃないかなと思います。まあそこにいろいろな内容をもっと付け加えようと思ってたくさん付け加えるんですけども、まあ、とりあえず、お金かかることですからね、そのプリントにしても何にしても、あんまり文章多くならないように、まあ、ある程度の法律で分かるぐらいで、対応しました。今日、兄の仲間たちは、ゲオに漫画の本を先ほど借りに行ってたんですよ。で、その、刑法175条、まあ、335に書かれてる、335番に書かれている対エロ業界用の法律、その内容をコピーしたものを、持って行って、まあ、国本というメガネをかけた男性が、対話してたんですけども、六法全書の175条に関しても以前も見せたことはあったと思いますね。で、そういうような用紙を、まあ、持って行ったことは昔もあったような気がします。ついでの時に、気がついた時に、まあ、ああいうふうに持っていってと。まあ、そういうふうな形での晴れですね。まあ、正当防衛の、1102の、その、まあ、回避行動とか、行いつつ、まあ、持っていく前に警察に電話しておいたんですけども、ギオとかに、普通の少年誌とか、まあ、ワンピースとか、ああいったものを借りたり、週末の割り切れとか、ああいうふうなものを借りたときに、何か、不法侵入の形跡が見られたりだとか、そういうような、現象もありましたので、先に、有馬警察署も言っておいて、で、まあ、六法全書、175条刑法のところを見せたんですよ。国本という男ですね。国の国と、あと本の本と書いて国本という男性、メガネをかけてますね。あと、服装は黒色だったので、そういうことです。以上です。まあ、ちょっと、先ほどの続きなんですけども、こういうふうに晴れると。で、太陽が、こう、藤原台の方に出てると。まあ、そういうふうなことで、住むところは藤原台の方だとか、何か昔そういうふうな話が、まあ、ありましたね。まあ、漫画を借りに行って、まあ、今日は月曜日ということで、ちょっとまあ、いろいろと、話したいことがあるというか、まあ、面白い話があるというか、まあ、月曜日ならでは、どこでね、スポーツが行われてるか、まあ、今日に関してはよくわからないので、あんまり時間変わってません。先ほど間の時間に食事してました。まあ、プロ野球の昼間に試合した、夜に試合したりするか、もうこれぐらいの時間帯で、調整というか、まあ、自然とそうなったというか、まあ、話を戻しますけども、まあ、漫画で、初めの一歩で、名前がロザリオだったと思うんですけども、誰と対戦する相手だったか忘れたんですけど、額にこう、十字架がマークが見えるんですよね。で、黒夢の皆さんにもちょっとこうご相談なんですけども、黒夢というバンドがこう復活した時に、いつ復活したのか詳細は本当のところ僕もよく分かんないんですけども、もうよく覚えてないんですけども、ライブの時にね、こう幕が上がったか、まあ、幕が開いたかのどちらかで、ボーカルの清原さん
十字架にこう貼り付けられてグッと何なが舞台に出てきたライブ会場そのロザリオっていう選手だったそのわかります。いやバンド名がその黒夢っていうそのなんかこう悪そうなイメージがあるじゃないですか。白夢じゃなくて白夢なら白夢ってこう歌詞とかね良い歌詞とか書いてなかったらハッハッ口読むとかそういうふうにどうせ言われてしまうからってそういう話がもともとあったんですけども、うん、そのロザリオっていう選手もうその選手もうむちゃくちゃでなんかねあの銃を撃ってるようなシーンがあって販売の方じゃないですよこう引き金引いてもどんだけアホ軍隊の人連れてきたはい、打ちつけて人形を それを思い出したわけね。もう大変ですよ。あのイエス・キリストっていう人はもともとキリスト教を開いたとされるじゃないですか。それもねいろいろ自分なりに考えたりもするんですよ。それ英語圏の人が返事すぐにイエスイエスって返事をしていた。でそこの国の言語の言葉よく分かんないのに適当に返事をしていて、あいついつもイエスしか言わへんイエスキリストっていうあのそういう名前になったのかもしれないじゃないですか。よく考えるとはいキリストまあ、イエス・キリストがその十字架に貼り付けられたとか、その脇腹をね、槍でその貫かれたとか、そういう怖い話がありますけども、どうせ嘘だと思うんですよ。だって当時カメラとか何もなかったから、いついつどこそこに誰それを貼り付けるって言われたって、誰それぐらいしかわからないじゃないですか。テレビがある現代で、どのニュースがフェイクニュースでしたとか、こう、真面目なね、一斉放送みたいなことをしたとしてもですよ。一応、一時期したんですよ。あの日本の国境内には1億2000万人いませんと。朝鮮半島と、台湾と満州国の総合的な人口が1億2000万人で、後から戸籍謄本が来て、なんとか1億2000万人に、カウントされましたけども、実際のところは第二次世界大戦で、多くの人が亡くなってますから、まあ、その範囲で本当のところは1億人だったんじゃないかとか、まあ、そういうような説とかあるんですけども、うん、テレビですらそういうことを急に、真面目に本当のことを言い始めても受け取り手の方とかもそういうわけじゃないですか。だからどうせ作り話とかで本とかを作ってその、その脇腹を貫いた槍に関してはロンギヌスの槍っていうことになってるらしいです。エヴァンゲリオンで思いっきり空に投げてるじゃないですか。まあ子供の頃にそのロンギヌスの槍でも投げさせといたねっていうその槍投げの選手のことでね、まあもしくはロンギヌスの槍を投げてるような気持ちで、どうせそんな話を作り話だっていうことで、大体その人はあの昔も顔が変わったりとかあったかもしれないから、よく考えたら誰がイエス・キリストなのか分かるわけないじゃないですか。そういう現象があるっていうことが分かった人ほど、分からなくなるっていうまあ結局その今話がしたかったの初めの一歩のそのロザリオっていう選手笑い話入ったらもうその後ストーリーどんだけ真面目に作っていたとしてもこういう話されたらもういろんなシーンでいろいろこう頭の中で考えられて笑われるっていう
だからね、もう僕はそんなキャラクター出してくださいなんか言ってないんですよ、初めの一歩で。わかんないですよ、そのもしかしたらその森川ジョージさんっていう方もう関数も140巻まで来てますから、もしかしたら世代交代されてるのかもしれないとなると、あとのお弟子さんたちがまああの一代目があの商売を、新しい商売をまあ成り立たせて、二代目が広げて、三代目が潰すっていう話がありますけどまあ三代続いたらすごい方ですよ、まあ漫画の世界も。もうそこまでいくと、最初の方の話を最初の頃から見てる人たちはもう最後の方の話、エンディングは最終的な結末は知らないままあの世に行ってしまうっていう話になってしまいますから、まあ、こういうね、まあ、笑い話の方なんですけどもちょっといいですかさっきよりだいぶ青空広がってるでしょ絶対そうなんですよだからまあ気が晴れるとか、だから良い意味の方で気が晴れたらいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、太陽光パネルとかもあるわけですし、まあ、プロ野球業界の、まあ、風がね、まあ、こうカタカタ鳴ってた音がしたと思うんですけども、風が吹いてその鉄格子というかアルミ格子というか、まあ、その辺のところがカタカタと音が鳴ってたんですけども、まあ、風力発電もありますから、でまあ、今回そのプロ野球界の方たちへのメッセージと、そのクルーメの皆さんへのメッセージにしておかなかったなんか一応一言言っといた方がいいかなと思って目の前でこんなことされたら絶対こうダラッとなって絶対笑ってしまうと思う、他の人は怒られてああ、まあ、コントロールがこうピッチャーの人がこう定まってない時とか、まあ、その何要因でそうなってるのか難しいですからね、これは。まあ、僕の場合はその試合の勝ち負けとかを行ってる状況の時、その悲しんだりしたりした時もその手元が狂ってる、指先に力がしっかり入ってないのかどうか。あと笑ってたらもう全員もみんなちゃんとしたまあ例えば体操だったらしっかりとした演技ができない、片足上げただけで日本代表の選手がふらつくっていうもうしょうがないでしょ、そんなロサニオっていう選手出てきたいやだからね、絶対その笑われそうなシーンとかをできるだけこう描かないようにしておかなかったら、いろんな話と結局こう結びついていくから、絶対笑い話、真面目に書いていたとしても笑い話になっちゃうっていうのがあるんですけども、まあ、けどヘアスタイルを見たところどう考えても真面目路線ではないキャラクターですよね。で書いてる方も正直笑い話入れとこかみたいな感覚で多分ああいうヘアスタイル、なんか富士壺ヘアとかなんか言われてましたけど、その頃はね、まあそれはもうかれこれ1年以上前の話だと思うんですけども、鬼滅の刃と、あとニュースの統一教会のニュースがあったじゃないですか。霊感商法で壺とか売っちゃダメだとか、そういう話があったじゃないですか。実際それは裁判所で判例があって、でその鬼滅の刃でね、その鬼のキャラクターで壺の中に入ってるキャラクターが昔いたんですよ。でインターネット記事で統一教会も鬼滅の刃も壺で攻めてくるっていう記事、それもまた長いんですかなり面白かったですよまあね、もう何理由で晴れるか、まあね、まあ、さっき映しといたから、まあ、まあまあ下の時間でね、動画再生して何分経過してるかのところとかで、なんか面積が広がってるような気がしません、奥の方、向こうの方、間
まあこれだけ荒れてたらまあこれぐらい明るいっていう、まあ、一つの基準だね。ちょっとあの充電しなかったちょっとあの電気使いすぎるかもしれませんけど、あとはね、その漫画の本を借りに行った時に眞子様の声が聞こえてきて、でね、今日眞子様が来るのかどうかよくわからないような勘違いをさせるような、内容、まあ昔の音声だとは思うんですけども、あ、まあその刑法175条のそのまあ一枚もの用紙を私に言った、でまあそれによってそういうような内容があの発動したのか、まあとにもかくにもね、とりあえず漫画の本今日中に読んで今日中に返しておこうと、まあそういうことですね。漫画を家にこう置いていたままスポーツの試合は良い結果は出ないんですよ、本当に。レンタルしてるだけでも電子記録で記録は残るからあの月曜日の間にしっかりと、返すと、まあ、そういうような生活ですね。で、まあ、まとめて、まあ、10巻借りて、まあ、安くで、借りれるという手法を使っています、ということです。まあ、今日は皇室の方誰も怒られないんじゃないかなと思いますよ。持ってるとしか言えないです。まさか月曜日にあの緑の感謝祭で佳子さまは本当に来るからっていう一言を言ってるシーンがあるんですけども、それは僕が赤坂御所へ行く方なのか、それとも8月9日の話なのか、それともまあギリシャの方に公務で訪問を5月下旬からされるということなんですけど、僕はついつい言っちゃったんですよ、そのついでに僕も連れて行ってくださいと。オリンピックなんかいらないって言えますか、大丈夫ですかっていう部分も含めて、であと漫画の本借りたら目の下がちょっとこうくぼんでる形になってると思うんですけど、ちょっともう一回鏡で確認してきますね。さっきはそうだったんですよ、先ほどは、ごめんなさい、先ほど、さっきじゃない、さっき、だいぶマシになってますね。あの楽しい話とか、エネルギーの残存問題に関わるような貢献とかあるからか、さっき漫画の本を借りた後は目の下黒くなって、まあ、ちょっと今ここ八方塞がりみたいな形にあのなってますけども、もう漫画の本借りただけこれですよルールめちゃくちゃでしょ、もともとの結婚話とか、その他もあの結婚話した人とかも結局その漫画借りただけでダメなんだったら、じゃあ僕がワンピースを購入して家に置いてた時期はあれどうなるんだろうとか、じゃあこれどっからどこまでっていう話になった時に、精神病院に入院させられた時に、まあ姉に買ってきてもらったのかな、その後自分で購入したのかな、そのヴァンパイアハンター D っていう、まあこちらもまあ僕のことを作者の方はご存知なんですけども題名がヴァンパイアハンター D ひねくれた貴公子っていうこれ家に置いてたどうなるんですかってこんなもうむちゃくちゃなルール、そこまで行くとルールこっちが優位にならないとおかしいでしょうっていう、まあ僕からの主張からするとそういうことなんですよね、スポーツの価値上げで言うと、まあどれだけ負担がないまま、まあスポーツの勝ち負けっていうことを考えると、まあね、けど、まあ、結婚する前の眞子様とか佳子様が会話してる時の映像とか家に回ってきて見てた時あるんですけども、そのまあ真面目モードの時にその漫画とか見るべきではないっていうようなことを言ってる時と、嘘は本当は私たちも漫画とか見たりする時あるからって。アニメとかもうそこまで言うと絶対そうでしょ、あのそこまで言うとそれこそひねくれたっていうさっきのヴァンパイア
ひねくれた、まあ、ひねくれた貴公子なのか何なのかよくわからないですけども、ちょいちょいあの外を撮影しますね、時間と、まあ先ほどからまあ5分ほど経過してますけどもあの辺り雲ちょっとだけありませんでした。どうでしたっけねこれなんかこう自分的にはこう晴れ間が広がってるかのような気がするんですけど まあ話はこの辺にしておいて、あの漫画読みますね。あの10巻長話をしていて読めなくて次の日まで持ち越しになったら、それはそれであの調子がどうこうみたいなところあるかと思いますんで、本当はね、それもともとはね、そのレンタルショップにアダルトコーナーが置いてたのが原因とかで、で僕はそれを強く拒否するような、いさめるような内容の文章、あの法律に当てはめた内容で罰金を政府に支払わなければならないんですよっていう内容の刑法175条、それを持っていってるから大丈夫なはずなんですよ。なんかもう目口が変になってるでしょ、一瞬になってませんでした、自分の感覚でなってたからわかるんですよ。あとは延滞料金がかかるかかからないかっていうところだと思いますよ、本当のルールは。んか、もう少し、ウルツラパークの頃からの話でいうと、その誰が、彼に一軒家を建ててあげるんだっていう話で、男性にしても女性にしてもこの大型企画っていう、まあワンピースとかもそうですけども一応ね、それ、商業原理的には話の見合う話のはずなんですよ。まあ世界中の、台風の発生数を減らして、防災、それプラス、天気に関する法則性だとか、いろんなことを、実現したり、できてるわけじゃないですか。あとまあスポーツの勝ち負けとかで、スポーツ業界とかの方たちに、他の国まで広がっていて、あと政府、世界中の政府上層部、お金持ってらっしゃる人たち、たくさんお金持ってらっしゃる人たちに、まあ、YK 付けの、まあ、関係する作品とか広まるっていうことで、まあまあ、あの集英社さんとかにも大きな、メリットはあったと。それに見合うだけの家を建てるだけの、まあ、集英社さんとしてはまあこれはゲーム業界に置き換えても他のゲーム会社とかにしても同じなんですけども、まあ結局それはもうお金に変えてもらった方がいいっていう話には結局はなります。結婚相手が決まらなかったら、その住む場所はどこか定まらないっていうことになりますから。でそういうふうなところから話が始まっていて、警察官の人でも、背の高い白髪の老人の眼鏡かけていらっしゃった方、まあ、少し前にも、数年前にも、ここら辺の道、JA の近くでも見かけたんですけど、その人の声、分かったんで、声が聞こえてきたんですけど、ちょっと苦しそうな声が分かったっていう声が聞こえてきたんですけど、グレイが家建てるでもええわっていうようなことを言いに来たんですけども。だからね、早川愛圭介のことを、まともな方向性から、オープンにすることによって、まあ、各業界の人たちにメリットがあったと、まあ、そういうことになるわけですね。あとは、僕の知名度は一般人の人たちに広まれば、まあ、被災地の復興についてああした方がいい、こうした方がいいっていうことが早く伝わるでしょうし、まあ、現地見に行ったりだとか、まあ、結局そういうのはお金がいりますからね、本当は。多分まあ自由に動けるお金っていうことで。カタカタ音するでしょ、風がそこそこ吹いてるんですよ。なんかいろんなこと言ったら困るから。まあ今日はちょっとね、気温も低めなので、まあ撮影これぐらいにして、漫画の本読もうと思ってます。以上です。まさか今日は眞子さんも佳子さんも歩いてないとは思うんですけども、それ言い始めたら僕いつ漫画読んだらいいか分からなくなるんですよ
一応ね、ワンピースの続きの、まだ読んでない続巻とかが出て、一応ね、何巻まで読んでたか、多分インターネット上に記録しておいた方がいいでしょうね。そうじゃなかったら、たまにね、間違いで、以前読んだことあるものを長い間借りてなかった。特にペナントレースが終わるぐらいまで、なかなか借りに行ってなかった時。最後の方は、月曜日とかにも試合入ってくる時あるじゃないですか。雨で流れた試合とか。まあ、間の時とかでもそうですけど、そういう、以前そういうことがありました、ありました。だからもう、漫画の方も借りに行くタイミングは難しいっていう。僕もよくわかんない、もう一回D ひねくれた気候よくわかんないですね。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、まあ身の回りの方に淡井さんの動画見といた方がいいよと、まあいうようなことで、まあ、最初の方のロザリオの話とクレームさんの話は面白かったと思います。まあ、クレームさんはクレームさんなりに自分たちで良い楽曲を作ろうとして、まあ良い曲は結構、そこそこありました。ただ、その頃の他のバンドの人たち、まあ、最初の頃のグレインの皆さんもそうなんですけども、結構こう、良くないワードの歌詞とかが入っていたりとか、なんとかロックンロールとかでそう思うんだけど、拓郎さんがライブ中に叫んだりしてるんですけど、その部分だけはテルさんは歌わないようにしてロックンロールだけだったらいいと思いますよ。その前のワードにとんでもない言葉をつけてきてるからもうね、まあ、その歌詞とかを真面目な歌詞に修正するまでに、まあ、1970年8年それぐらいから取り組んで2003年ぐらいまでかかってますからね。マンポーブチキンさんたちが出てきた時ぐらいで、まあ「天体観測」という曲からまともな歌詞の曲ばかり、エロワードとかが入らないような、歌詞になってきたと。ただ、ちょこ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 間違えた人たちが出てきています。曲調的にも。ちょっとね、話し出したらきりないんで、もう、終わりがなくなってしまいますよ。もうこれぐらいにしておきますね。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、自分の身の回りの方たちに、まあ、淡井さんの動画見ておいた方がいいよと、まあ、いうことをお伝えしていただけると助かります。以上です。